I'm not the one to sit around and be played. Call me up with no shame. Are you worth something to say?はい、いつもご視聴いただきありがとうございます。今日56歳のちゃんまたガレージで楽しんでます。ほんで今日はね、サニトラでなしに86、86をちょっとガレージの方に持って帰ってきました。それでね、外めちゃくちゃ天気がいいんですよ。天気がいいんですけど、このね、わかります？これ箱スカ、今日箱スカをね、ちょっとボディ作ろうかなと思って、仕事に行かかったんですけど、あまりにも天気がええので、ちょっと久しぶりの86、ちょっと86乗って走っていってきます。ただのあの車載カメラになりますけど、一緒に86のサウンドと86の風景ご覧ください。では行ってきます。遊んでます。感じで岩巻公園の方まで到着しました。いつものように、桜の通り抜け、新緑の中、めちゃくちゃ私の好きな時期とポイントなんで、やっぱりここまで、来ちゃいました。こんな感じで86と森林浴してから帰りますので、どうかご覧ください。はい、こんな感じでね、岩脇公園の城跡上の方に到着しました。しばしこの景色と、まあ、車といろいろこうのんびり、癒されてから帰りたいと思います。
動画最後までご視聴いただきありがとうございます。こんな感じであんまりにも天気がいいので、今日もガレージ抜け出してガレージライフから抜け出して、それで、走ってきました。またあの昭和の車、ギシギシガシャガシャ言いながら、またこの 480 サウンドに癒されながらここまでやってきました。こんな感じでここはね、あの徳島県阿南市花浦町っていうところの、あの岩脇公園の城跡になります。ここは本当にあの景色も良くて、桜の時期にはめちゃくちゃ桜も綺麗し、本当に私の好きなスポットでございます。こんな感じで今日もこのようなゆるい動画最後までご視聴いただきありがとうございます。私はだいぶ癒されたので、今から帰っていきたいと思います。それで、仕事に突入したいと思います。こんなわけで、このような動画ですけど、よろしければまたあのチャンネル登録していただければめちゃくちゃ嬉しいです。これとかあのいいね高評価大好きなのでよろしくお願いいたします。というわけでまた次の動画でお会いしましょう。今日は今から帰ります。ありがとうございました。おっす。